皆さんこんこにちは週刊手帳術の著者雲野隆です、えー、今日はですね、まあ私の著書の話でもあるんですけども、まあちょっと全般的に習慣みたいな話をしたいと思います。で、まあ習慣みたいな話っていうことは結局私がどうしてるのみたいな話なんですけども、まあテーマはですね、まあ最新再生っていうことで、まあこれも7つの習慣の中の こう一つの用語というかなんですけども、まあ、英語で言うと、多分リニューアルみたいな話なんですけども、まあ、あの、最新再生ということで、で、えー、まあ、その中で、肉体、知性、社会、情緒、精神、まあまあ、この4つの、えー、柱があって、まあ、それをこう、あの、バランスよくやりましょうね、みたいな。 話にはなっているんですけども、まあ、それがイコール第7の習慣っていう、まあ、歯を研ぐという習慣とほぼほぼ同じみたいなことを言ってるんですけども、まあ、あのその中で今日は私がこう、えー、一番大事だなと思っているのが、この肉体の習慣なんですけども、まあ、私の中でこの肉体の習慣っていうのは、まあ、実際には運動する えー、健康であることが、まあ、一番だと思っていて、でまあ、特に、えー、趣味のジョギングに、まあ、ほぼほぼ集約されるかなという、まあ、そんなお話なんですけども、まああのーまあ、やられてる方って結構多かったりとか、えー、あるいはこうちょっと苦手だなという人もいるかもしれないですけども、まあ、この7つの習慣の中では週に3、4回とか、 3時間から6時間ぐらい運動しましょうみたいなことが、まあ、確か書いてあるんですけども、まあ、それができてるかできてないかみたいなところが、まあ、一つのまあ目,や目安みたいなものになっているんですけども、まあ、実際私何をしてるかっていうと、うーん、コツというか、こんな風に管理、手帳で管理してますみたいなことなんですけども、まあ、 あの、一つは、こう、1ヶ月の目標をきちんと決めて、まあ、それをこう、12回繰り返すと、まあ、年間の目標が達成できるみたいな、まあ、そんな風にしていることとか、あと、まあ、毎日やらない、休みを設けて、うん、まあ、私の場合は月曜日とかを休む日とかにしているんですけども、まあ、その、毎日やろうとすると、ちょっと、さすがに続かないから、 まあそんな風にやってたり、あとは、うん、半月、1ヶ月のスパンで見るんで、うん、半月の間にどれだけこう進捗させて、で、まあ、後半を楽にするかみたいな、まあ、そういう風にやってたりとかしますと。で、あと、えー、走る時間は、まあ、考える時間という風にしていて、で、まあ、あの、走るばっかじゃなくて、 まあその間に、えー、マルチタスクとして考える時間にするようにしています。まあ、走るって体使うだけなんで、頭は使ってないんで、その間に考えてるということで、まあ、一挙両得みたいなことをしていますいで。で、まあ、最後に、こう、それをこうきちんと手帳の中につける、記録するみたいなことをやってます。で、あのー、まあ、 あの、これって、なんて言うんですかね、嫌な人にとっては、ちょっと苦痛でしかないのかもしれないんですけども、まあ、あの、私の中では、その自分の中のその価値観的に嫌だからやらないっていうよりは、まあ、このバランスが悪いと、確かになんかこう、自分の中の成功というか、うまくいってるかいってないかみたいなものが、 ちょっと崩れるのかな。で、おそらくなんですけど、この健康じゃない体で何か別のことを、例えばこう勉強とか仕事とかっていうことに何かをこうやろうとすると、まああ、まずうまくいかないというか、続かないというか、やろうとしてもすぐ疲れちゃうみたいな。で、それで結局最終的には続かないみたいなことになってしまうんで、まあ私の中ではこの 肉体の習慣、運動するってことが、まあ、まず土台になるのかな、というふうに思ってます。で、まあ、あの、運動しましょうね、みたいな話を私からするというよりも、まあ、多分皆さん気づいてるというか、知ってるはずなんだと思うんですけども、まあまあ体、体力という健康第一なことが、うん、とても大事なことだとは思っていると思うんで、まあ、何か、 こう、趣味として持つとか、えー、まあ、ストレッチとか、ウォーキングとかでもいいと思うんですけども、何かしら、こう、体を、こう、使って、えー、まあ、ん、なまらせないようにというか、あの、衰えさせないようにしていかなければいけないのかな、というふうに思います。で、まあ、それが、こう、何か、こう、夢とか目標とかを持たれてるんであれば、なおさら、まあ、この、 肉体とかっていう、まあ、体は一番資本になるところじゃないかなというふうに思うので、まあ、何かしらやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、私の中の工夫はまあまあこんなことしてるんで、まあ、なんかこう参考にさ,されていただければいいかなというふうに思います。まあ、どちらにしても、ちょっと、うん、一番ここの中でん何かおすすめですかって言われたら、ちょっとた、私の場合は必ず、 休みを設けることが重要かな、みたいなふうに思います。絶対毎日やったらって思わない方がいいと思います。それがこう、長く長く続けていくコツだと思います。ということで、今日の動画は以上となります。えー、ちょっと取り留めないかな、みたいな話なんですけども、えー。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。